はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第209回でございます。今回テーマが生きる意味398円かっこ税抜きというね、まあ謎テーマですよ。で、あとプラスプレゼントについてっていうのと来週のテーマはという感じで話していきます。まあテーマとして、まあ生きる意味っていうところなので、まあ若干さ、こうストライクゾーンが狭いところの話にはなるんですけど、まあ気になる方はね、ぜひこの後もお付き合いください。ではでは、参りましょう。で、まあ、今回は、まあ、またね、相談に答えるっていう感じにはなるんですけど、まあ、生きる意味がわからないという相談が、まあ、結構来るわけです。まあ、その言葉を使わなくてもね、同じ、まあ、ニュアンスというか、似たような相談がやっぱ多くって、自分のとこには。で、まず、自分もね、その気持ちは、すげえわかります。学生の時は、かなりそれを思ってたから、もう生きる意味何って、俺が死んだら誰か悲しむの？死んでも何も変わんないんじゃないの？みたいな、ことを常々思いながら生きてたんで、まあ意味は、あと気持ちはね、すごくわかるんですけど、まあわかるし、だけど、まあ32年生きてきて、今この年になって、この立場になって、ここまで生きてきて、感じるところをまあ伝えることに多少の意義はあるのかなと思って、まあその辺をね、喋っていきます。で、なんで今回そのさ、値段が書いてあるかっていうと、じゃあ、生きる意味がね、例えば398円で売ってると、税抜きで、店でね、みんな買いますかっていうのを、ちょっと思うんです。で、自分だったら買いません。あ、今じゃなくてね。その多分悩んでる時でも買わないと思う。だってうさんくさいから。え、398円で生きる意味買えちゃうの？みたいな。例えばこれがさ、もう何十万とかだったら信憑性があるけど逆に出さないでしょ。そんな高額なもの。騙されたらどうしようってなるしさ。だから結局何が伝えたいって、生きる意味なんて自分で見つけるしかないんだよっていう。まあそんなこと言ってもね、いや分かってますけど、みたいな方もいると思うんですよ。まあ実際、今のリアクションは多分俺が絶対ね、学生の時そうすると思うんでね。いや分かってんだよって。いや自分で見つけなきゃいけないのは分かってるんだけど、見つかんないから困ってんでしょ、これ、みたいな。感じにはなると思うんだけど、でもやっぱり、忘れないでほしいのは、自分で見つけなければいけないの。生きる意味っていうのはね。でも、実は今そんな話をしてるけど、俺は生きる意味って、見つけてなきゃダメかなっていう風に思ってるんだ、実は。もちろん、今生きる意味は何ですかって言われたら、それ相応になんか、それっぽいことは話すよ。俺もね。例えば自分がこう、生きていく中での使命というか、ミッションっていうのは分かってるつもりなんで、自分の中で。まあ、それが生きる意味と言われれば、そうかもしれないけど、例えば息子の成長を見届けるとか、それもそうだしね、一個の意味としては。だけど、多分みんなが求めてる生きる意味と自分が俺が答えようとしてるものはなんかニュアンスが違うと思っててね。で、生きる意味が何ですかって言われたら、なんすかね、あんまわかんないっすけど、みたいな感じで今もいるの。そう。で、なんでかっていうと、俺は生きる意味っていうのはあんまりもう求めてなくて、ただ死ぬ時に、もちろん突然ね、亡くなってしまう事故とかで亡くなってしまうパターンもあるから、その場合またちょっと話が変わってしまうんだけど、まあ、老衰だね。年を重ねて、まあ、病気になって、いつ死ぬっていうのはある程度分かった時、自分の死期を悟った時だよね。に、振り返るじゃんか、人生を。その時に、生きた意味が分かればいいかなと。生きる意味は今分からなくても、自分が生きてきたことを振り返って、あ、振り返った時に自分はこういうことをするために生きてきたんだなって。それを感じれたら、死ぬ時にね。俺はそれで幸せなんじゃないかな、と思ってるの。で、それを思うようになってから、あまり生きる意味を求めなくなったのね。で、生きる意味を求めなくなったから、あまり苦しまなくなったの、そこに関して。そう。だって、わかんない。まあ、生きる意味をちゃんと見つけ出してる人もたくさんいるのかもしれないけど、別に生きる意味を持ってなくても俺は不幸ではないから。困ってもないし、別に。そう。さっきも言ったように、死ぬ時に、自分の人生振り返って、まあ、生きた意味を見出せればいいかなと。で、まあ、そこまで重くなくても、振り返った時に、まあ、いい人生だったなって思えたら俺はもう十分だと思うんだよね。人の命っていうのはすごく大きな意味があって、すごい大きな価値がある。まあ、価値がつけらんないね。プライスレスなものなんだけど、まあ、すごいものだと。だけれども、だからといってその一つに対してものすごい価値を見出そうとするのはちょっとナンセンスかなと思ってる。ちょっとわかりにくい表現をしたけど、つまり、あんまり人生の中で一個のでかい功績を残せなかったらダメだよなとか、大きなことをやれなかったら生きてきた意味がないよなみたいな、そういう大きなことを考えなくてもいいんじゃないかなと思ってるの。
俺は目の前にいる、例えばね、自分が好きになった人、わかんないよ、人でもいいし、友達でもいいし、大切な人、何でもいいと思うんだけど、まあ何か自分がね、大切だと思うもの、その一つのものを守れるだけでも十分な人生だと思ってる。そう。だけれども、今自分はね、こうやって YouTube させてもらって、いろんな方と繋がれるようになって、それがちょっと欲が出てね、自分の中で。で、だったら、ね、一人と言わず、できる限りたくさんの方の背中を押せる存在になりたいなって。それは自分の欲求だから、俺の。今の。それが生きる意味かどうかはわからない、俺にとっては。うん、考えてないから、そこは。考えてないけど、だけど、そこを求めて、ね、自分が今したいことだから、それが。一人でも多くの学生の背中を押したいなって。で、中高、まあ、中学高校だってすごい悩む時期じゃん。まあ、いじめとかもそうだし、勉強もそうだし、恋人関係、友人関係、いろいろあるわけだよ。多感な時期だしね。で、その悩むことは悪いことじゃないし、絶対に。そういう時期なんだもん。で、悩んだ分だけ、しっかり向き合って、ね、耐えて、で、通り抜けてね、その時期が過ぎた後に振り返ったら自分のプラスになって帰ってくるから、それが。しっかり向き合った子はね。いい？だからって、向き合えてないって悩んじゃダメだよ。向き合えてないって悩んでる子にかけて向き合えてるから、それは。いい、そこはあんま気にしなくていいんだけど。だから、今はすごく辛かったり、死にたくなったり、生きていたくなったりするかもしれないけど、でもその時期が終わった時に、ああ、頑張ってよかったなって、ちょっと笑ってその時を話せるようになったらいいなと。で、そうなれるように、ちょっとでも、ね、YouTube なんてさ、ほんと、この動画のつながりだから、大したことできないのはもちろんわかってるんだけど、でも、じゃあ、ゼロよりは1のが価値があるじゃん。ゼロ何もできないよりも、多少1でもいい。もしかしたらみんなの友達とか友人は200のパワーを持ってる。でも俺は1しか影響を与えられないかもしんない。でも、その友人と比べてもしょうがないじゃん。さっきも言ったように0よりは1の方が価値があると思ってるから、だから YouTube でね、勉強動画配信したりとか、あとは顔出して何かね、話す動画撮ったりとかして、何かを感じてもらえて、ね、ちょっとでも、1でもいいから何か受け取ってもらえればいいなと思って、まあそれは俺の欲求で今そういう風にね、活動してるわけだけど、まあね、ちょっと話があっち行ったりこっち行ったりしちゃったけどさ、まあ何が言いたいかっていうと、生きる意味っていうのをそんなに強く求めなくてもいいんじゃないかなって。今自分がしたいこと、もちろん学校生活、特に中学高校、特に中学はね、になっちゃうと逃げらんないんだよね、なかなか。で、高校とかなるとさ、例えばバイトを始めたりとか、外の世界にちょっと目を向きやすくなる。自由も効くしね、大学になればもっと自由が効く。高校卒業したらさ、そう。だけど、やっぱりその狭いコミュニティ、学校っていうコミュニティがあって、そこに居場所がないと。で、それプラス家にも居場所がないってなると、もう居場所なんてなくなっちゃうんだよね。で、そういうしんどい時期があるかもしれないんだけど、あまり、そこでね、もう生きててもしょうがないんじゃないかって、塞ぎ込むんじゃなくって、ちょっとね、耐えなきゃいけない時期が、自分もそうだったけど、耐えなきゃいけないのは辛いんだけど、でも乗り切った先には、振り返って笑える自分がいたりとか、ね、そこを耐えてよかったと思う自分がいたりとか、するもんなので、ひとまず、今、自分がしたいこと、ちょっとでも楽しいって思うことをやっていったら、そうやって生きていく、自分が楽しいものっていうものをね、こう、なんだろう、アンテナ立ててさ、選んでって、それを選んで続けて生きていくことで、自分にとってはいい人生って思えるんじゃないかなって。で、そこにちょっと俺のわがままを入れていいんだったら、自分がしたいこと、プラス人のためになること。例えば自分、みんなの周りの人間のね、周りの方とかが、なんだろう、プラスになることとか、周りの方が笑ってくれることとか、笑顔にできることとか、そういうことをちょっと選ぶときに、ちょっとなんだろう、選ぶ選択肢じゃないけど、として、見つけるんだろうな。使ってくれると、いいかなと。例えば自分の好きな方で、好き放題生きていくっていうのはちょっと違うからまたね。だけど好きなことをね、選びながら、それが人の何かためになったら、俺はすげえいい人生なんじゃないかなと思ってんの。綺麗事かもしんないけどさ。だから、まあみんなが人生を何かやっていく中で、基本的には人生っていうのは、もう選択の連続なの。選んでいく連続なんだよね。何かを続けるやめるのを選ぶ、どっちの道を行くか、どの道に進むかって選ぶ、何を買うか買わないかを選ぶとか、そういったものの連続なので、結局は自分で選ばなきゃいけないからさ。だからそれがあと振り返った時に後悔することもあるかもしれないけど、でもその後悔を反省に変えて、でより自分にとってプラスになる人生を送ってもらえたらなと思いますね。ちょっとまとまんなかったけど、何か伝わったら嬉しいね。はい、すいません、ちょっとダラダラ話しちゃいましたけど、はい。
では、あとはプレゼントについてです。先日ですね、自分の初めて、グッズを作らせてもらって、その動画をね、投稿したんですが、そこのプレゼントのやつの締め切りが、今このダラダララジオ投稿している9月10日の今日、本日中が一応、応募締め切りなんですね。で、これ今撮ってるのが、その10日の夕方の4時に今撮ってるんですけど、この動画。この時点で、今、400件近く応募が来ております。で、当選者今回2名だけなので、はい、なかなか当たらない状況で申し訳ないんですが、まあ、当選ね、明日月曜に選ばせてもらって、当選された方には、こちらからメールの返信を送りますので、ちょっとね、明日、メールをチェックしてもらえたらと思います。すいません、倍率が高いんで申し訳ないんですが、本当ね、たくさんの応募ありがとうございました。で、来週のテーマに関してなんですが、これ決まってるわけではなくて、ちょっと募集というか、いくつか選択肢はあるんですけど、なんかリクエストでね、ちょっとなんか、ゆるい話とかないですかとか、なんかあったのは、俺の人生の、ダメ話みたいな、なんかこの人生やっちゃったねみたいな話とかないんですかっていうのがあったので、まあその辺も話してみたら、まあリクエストが多ければやろうかなと思ってるんですけど、なんかもしこういうの話してほしいっていうのがあれば、コメント欄とか、あとメール、ツイッターとかメールとかで送ってもらえれば、ちょっと選んで使わせてもらおうかなと思ってますので、まあもしよかったらね、そっちの方も書いてもらえたらと思います。では、今回は、ハイチのダラダラジオ第209回。テーマが、生きる意味398円、カッコ税抜きというね、もので話させてもらいました。今回もね、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。じゃあ次回はね、まあ、みんなから募集させてもらったテーマになるか、また相談とかになるか、ちょっとまだ決まってはいないんですけど、もしよかったらね、来週の日曜日もまた聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。ごめん。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。生きる意味っていうのはやっぱ大きなものなのでね、まあすぐには見つからないし、自分はね、やっぱさっきも言ったように死ぬ時に見つかればいいかなと。で、なんだろう、いい人生だったと思えるように、ひとまず明日も撮影頑張ります。なのでみんなもね、今週頑張っていきましょう。それじゃ、またね。